はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議な鍵続きやっていきたいと思います。前回ね、ここまで来ましたね。これ地図って、あ、そっかそっか、まあ下画面しかないですけど、砂漠なんですよね。で、砂漠の北の方にね、まあ、盗賊団のアジトがあるって話なので、まあブチスライムとか前回捕まえてね、女の子にあげたりとかね、してたんですけど、まあ回ってないとこもあるからね、どうしようかな、後で回ってもいいかな。お、なんかいいんじゃん。これはなんだ、ガマニアン違うか、え、ピラニアン、ガマニアン、なんかどっちかだと思うけど、ガマニアンだね。ピラニアンってなんだよって話ですけど、最近見たなと思って、これ戦うでいいかな、どっちか一体倒せ、あ、なんだ全体、あ、そっか、バトルリボン取ったんだ。そうね、全体攻撃なんですけどね。一匹だけも残ってくれればもうスカウトすればいいので、もう全部ね、モンスターに捕まえようと思ってますんで。そっか、バギー使えるのか、いいね。ポン。あ、倒しちゃうかな。お。じゃあ、ここで、テンション。ミラクルソード覚えてるね。全員テンション使えるのはやっぱいいですよね。スカウトにね、影響しますんで、これはね。よし。いけんじゃないか、これ。だいぶ減らしてるから。あ、もう余裕だね、これは。まあ、そこまでする必要もなかった的な。モンスターね、捕まえといてね、損はないので、ガマニア。よし。これ何ついてんだ？死神ついてんね、スキルね。死神もそうだけど、スタンダードボディ、瀕死で改心。ギラブレイク。ああ。ギラ系だね。とりあえず、なんかあそこに怪しいのがあるので、行ってみようか。ああ、なんでしょうね。この白いね、もやもやをね、全部消したらね、探索率 100% とかなるので、お、肉がある。これは大事だ。あそこに見える小屋、あれが盗賊団のアジトだろうか。これが幻の湖か。随分あっさり見つかったが、実はな、ここに来る途中山が動いているように見えたんだ。きっと暑さにやられて幻覚でも見ていたんだろう。なんだろうね。ここって今行っていいのかな行っちゃうか。なんだてめえは。ああ。おやおや、誰かと思えば猛獣使いのイルさんではありませんか。こういうことね。驚きましたか？驚きましたよね。こんなところに私がいるなんて。そうです。この盗賊団をあの城に手引きしたのは私なのですよ。本当に申し訳ありません。あなたを裏切るような真似をしてしまって。それにしてもあなたは優秀ですね。我々のアジトを嗅ぎつけるなんて。消えた。ですが、真実を知ってしまったことをすぐに後悔することでしょう。私は海鳴りの鐘をあのお方に渡し、絶大な力を手に入れるのです。そうしたら真実を知る者を全て消し去り、私はこの世界を支配する王となる。さあ、楽しいショーの幕が上がりましたよ。あっは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 。待ってくれよ、お頭。なんとね。でも怪しいこと言ってましたからね。キラーパンサーじゃないね。ベビーパンサーだね。ベビーパンサーもらった時に、もうその子は必要ないですから、みたいなこと言ったんでね。まあその言葉なんだろうと思いましたけど、なんかあんなとは思ったけどね。なんかありましたね。サーカス団の団長、まさか貴様が盗賊団の頭だったとはな。もう逃がさんぞ。神妙にお縄につけ。クッククック、それは困りますね。ショーはまだ始まったばかり。まずは砂漠の美しい夜にふさわしい、こんなマジックはいかがですかな。な、何事だ。
巨大な魔物の背中にある湖、これが幻の湖の秘密だったのか。うはぁ、これぞ大自然のトリック。我々はこのオリハルゴンの生態を利用し姿をくらましていたというわけですよ。オリハルゴン。あ、兵士長、あれよ。王様。いても立ってもいられなくなり、つい追いかけてきてしまった。じゃがこのざまじゃ、やはりわしは役立たずじゃのん。兵士長、その手を離してくれんか。これはいい機会かもしれん。わしは父とは違う出来損ないのを、このまま砂漠の砂となった方がマシじゃ。バカなことを言わんでください。命ね、大事ですからね、こんなんね。あなたが黙っていなくなった時、我々がどれだけ心配したか。王様、あなたは確かに仙台王のように優秀でも立派でもないですが、あなたのおおらかな性格とその笑顔は仙台王にはなかったもの。この厳しい砂漠で暮らす民はその笑顔にいつも救われているのですぞ。そんな風に思ってくれていたとは。笑顔は大事ですからね。やれやれ、間抜けな王のままだったらこれからも利用できると思ったのですがね。でもこの王様頑張ってますもんね。仕方がありません。あなたにはここで消えてもらいましょう。ブチスライムだったの正体が。自分の部下を、なんというやつじゃ。変えたんか。さあ、お前たち未来の王となる私のために働きなさい。外にいてね、一回仲間入れてますからね、これもね。今までありがとうって言ってね、多分1分ぐらいの旅でしたけど、1分2分もうそんぐらいだよ、多分ね。もういいね。全体攻撃いいね、バトルリボン拾っといて正解だね。前のパートでね、宝箱から拾ってますんで。あ、強えな。危ないね。薬草大臣落とされるわ。いや、もうちょっと強さ欲しいね。今の見てはっきり分かりましたもんね。お、デイン、どこだ。バギーいいですよね。まあ序盤では使いますよね。まあバギー&何でしたっけ、なんかついてましたもんね。あ、いいなと思って。お、150は大きいですね。花カワセミな。HP がちょっと少ないかな。ううう。即興で思いついた手品ではこんなものですか。やはりあの方の手をお借りしなければ。さあ団長、もう逃げ場はないぞ。観念して我らに捕らえられよ。ふう、まだまだショーはこれからですよ。お尻ペンペンした。くぅ、チョコ材なペテンシメ。行くぞ、兵士たちよ。奴を逃すな。逃してなるものか。もう。まあ、それはそれはでかいモンスターですね。まあ、この背中にオアシスがあるって感じだね。このね、ゲームボーイ版とかね、あと、まあ、プレステ版でもありましたけどね、まあ、こういう展開ではなかったんですけど、オリハルゴンはね、まあ、いたと思いますけど。お、これ大事。はい、ピラミッド付近にルーラで移動できるようになった。またね、変わってくるでしょうから。
魔物にされてた盗賊団の連中は捕らえて城まで連れて行ったぞ。おうと。だが奴らは何も持ってなかった。やはり海なりの金は団長の手に。まあ逆もいけるけどね。団長というあの方は一体さらに黒幕がいるんだろうか。それはそうとスタンバイの仲間にちゃんとスキルポイントは振っているか。これから先出番があるかもしれないからな。特技の一つでも使えるようにしておけよ。出番があるかもしれない。お主の活躍見事であったぞ。よくぞ盗賊団の連中を打ち負かしてくれた。さてあとは団長を残すのみだが、あのペテン姫どこに隠れおった。きっとこの近くにいるはずじゃ。見つけ次第懲らしめてくれて構わんぞ。そういうことね。奥に何かあるかな。何かあったりするの。何もなければまたそれはそれで。これ多分こっから降りれんじゃないかな。ね。お、まあ何かはありましたね。腐った肉。腐った肉ね、結構ね、重要ですね。まあ、霧がかったところも行きたいけど、とりあえずね、まあ、ここの、行けるか、これ。と、まあ、あんまジャンプ関係ないけどね。何やらね、ありますんで、お、なんだこれは。団長だね。ダークマスター様、姿をお見せください。海なりの金をお持ちしましたぞ。ダークマスター。もう最初いた人だね。ご苦労だったな、団長。ほほう、これが秘宝海なりの金。狭間の王の喜ぶ顔が目に浮かぶぞ。まあ、さらに余裕がいいんだね。おや？いつぞやの幼きマスターではないか。まさかこんなにも早く再会できるとはな。ふはは、そうだ。盗賊団を利用し、海なりの金を盗ませたのはこの私だ。我が主、狭間の王は少々わがままな方でな。ただ、秘宝を盗むだけでは飽き足らない。だが、盗賊団に怯え、混乱する者どもを見て、あの方もさぞお喜びであっただろう。あとは、海なりの金を捧げれば、褒美は思いのまま、邪魔はさせんぞ。ダークマスター様、私に力を。そうすればこんな子供ひとひねりに。いや、下がっている。この者の実力は私の手で確かめたい。いでよ、我がしもべ。あー、なんか来たね。なんだ？おー！あ、ランプもちょっと違うね。キングコブラもいるね。さあ、幼きマスターよ、我がしもべを見事倒してみせよ。じゃあちょっと考えてやるか。真ん中全体攻撃とかしてきそうな気するけど。呪いのランプだね。まあ、スカウトはできないから、ミラクルソードもあるね。まあ、片方からやっていくか。バギーですよ。スカーラをここにかけておくか。で、ここは、攻撃で全体行くからこれでいいかな。お、ルカに。お、2回。エア1、2回行動とかかな。おう、力。おー、危ねえ、ランプ。この全体攻撃の重要性ね。回復の、まあ、バギーでしょ。力減、ここじゃない。減らされたから、まあ、ここにかけといて、まあ、ミラクルソード、一応ね、まあ、回復しときゃよかったけど、まあ、いけんじゃないか、これで。ミスりまくってるし。ランプ連続危ないね、これね。一番左だけでも落っこってほしいな。せめて。OK。おお、
キングコブラがどこ行くかなと思ったけど、一番危なかったね、モントナーの。バギー、あ、バギーも使えないか。使えないんだったらしょうがないか。もう、キングコブラ。でしょ。これ全体攻撃で行きましょう。まあ一応ね、上ね、特技使うのにしてるんですけどね、攻撃の方が通ったりする場合もあったんで。もう、これでいいか、とりあえずはね。あともう一体だけだ。これ2回行動だね。サソリがあんまダメージ通らないな。だからスタラで固めといた方がいいかな。あとは、薬草かな。もう作戦はもうガンガン行こうぜでいいか。フライヤー一番下、まあポイミとかも使ってもいいけど、まあ大丈夫だろう。それだったら攻撃した方がまだマシなんかなと思うけど、8とか通るからね。守備力効果切れた。お、連続3。もう小さなメダル入りましたね。おー、10位になった。バギー&デインか。これは大事だもんね。攻撃力も欲しいな。欲しいけどまだ4とかしか上がんないから、あー、どうなんだろうな、まあ、全部上げといて損はないからね。ふっ、ふははは、素晴らしいぞ。お前の力がそれほどまでとはな。でもまだ全然だもんね。無限の可能性を秘めた幼きマスターか。これは、秘宝以上に面白い土産話ができた。団長、海なりの金を手に入れたら闇の力を与えるというあの話はなしだ。え？うお、見つけたぞ、このペテン姫。さあ、観念して我らの手に落ちよ。え？うおっと。これは海なりの金。砂漠の世。その海なりの金、今はそなたらの手に戻そう。幼きマスターよ、さらに腕を上げ、再び相まみえる日を楽しみに待っているぞ。ああ、ダークマスター様、そんな殺生などうかお待ちよ。あ、何が起こってんだろうね。ようわからんがチャンスじゃ。とりあえずそのペテン師を引き取らえよ。だ、ペテン師あれだぞ、宿地使うからね。シュッて逃げるからね、捕まえないとね、さっとね。いやはや、お主のおかげで無事、盗賊団を討伐することができた。本当に感謝するぞ。海なりの金は約束通りお主にやろう。後で城まで取りに来るがよい。やった。まあね、よかったね。宿地の一歩手前でよかったね。二歩手前ぐらいか。ダークマスター、完全なる、ボーンって飛んでいったからね。煙とともにね。さて、おー、なんかいるし、ちょっと待って。あれ欲しいな、呪いのランプ。これって、なんかいんのか。これ欲しいな。え？いいな、あんたの仲間、なんていうか生き生きしてるよ。俺のマスターあんなんだったから、愛情なんてこれっぽっちもなくて。あ、無条件。やった。本当かい？俺あんなことしたのに、あんた太っ腹だな。俺には名前なんてなかった。だからかっこいい名前つけてくれよな。呪いのランプが名前になった。かっこいい名前か。何にしようかな。かっこいい名前ね。呪いのランプ。かっこいいでしょ。どうすかな？ランプ。ランプランプ。これとかもレベル、上がってんのか。あ、10もあんだね。強いね、これね。ランプが2体います。
さて、この奥にも行きたいね。奥も行きたいし、なんかいろいろあるな、これ。まあ、回りたい部分もありますので、とりあえず、いいかな。よし。じゃあまあ、なんかあるかないかね、ちょっと忘れましたけどね。まあ、この奥にも行って何もなければ戻ればいいんですよね。で、戻ったら、おそらくね、戦闘速度とかね、もうちょっとで2倍にできるかなと思うんですね。確かここ攻略したらできたと思うんだけど。はい。ということで、まあ、新しい仲間入りましたね。ランプ。これなんだろう、特性とか。まあ、今ね、あんまり、まあ、そこまで考えなくていいかな、今は。うん。まあ、後になったらね、重要になってくるけどね。まあ、ストーリー攻略とね、対戦とかもありますけど、自分、まあ、多分やんないと思いますけど、また全然違いますか？これいいな、一番下。自動 HP 回復。でもこれね、自動 HP 回復がね、自動 HP、ね、回復の逆ですね。食らったりする時もあるんでね。まあ、そういうことも考えないといけないんで、まあいいか。よし。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。次回ね、ちょっと回ってね、何もなければ進みたいと思います。何かあればね、この先行きますけどね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。